ドバイ行ったんですよ。そう行ってましたね。ドバイ行ってタイも行ってましたね。ガーシーさんに初めて会いました。どうですか印象？元気でした。すごいエネルギッシュでした。そうそう。すごいエネルギーに満ち溢れてましたよ。意外とよく笑うおっちゃんでしょ。本当になんかエネルギッシュだなと思うんです。めっちゃ落ち込んでんのが怖い人なんか何なんかと思ったら明るいでしょ非常に。明るいですね。最近麻生先生のツイッターが荒ぶってます。荒ぶってんですよ。ハマってるんですか？いや、ツイッター強化週間にしようと思って、はい、ちょっとツイッター民を相手しようと思ってムカつくやつだけ、はい、なんかね僕の手術下手やとか入れてきたやつがいたからね、はい、それだけは絶対違うんで、はい、ちょっと抵抗したら、はい、もうへりくつばっかりビャーってなってねなんか炎上しちゃったんですよ。多分相手にしてほしいんやろうなと思って。相手にして喜んじゃうだけだから、はい、もうブロックした方がいいですよって周りのフォロワーさんが言うので、はい、ブロックしたんですよね、はい、でも見に行きたくなるじゃないですか。でもまたなんか書いてんからブロックしたのにまた見ちゃう自分がいるんですよ。完全にハマってるじゃないですか。ハマってる。あかんあかんこれ見たら負けやと思いながら、まあ、そんなツイッターになってますね。先生その今じゃ YouTube と Twitter と、はい、何を一番強化してるんですか？いややっぱ YouTube になるんですか？やっぱ YouTube ですね。知名度上がるのは TikTok なんでしょうかね。ああ、TikTok って言いますよね今。TikTok がすごいらしいですよ。やっぱりこれから頑張んないといけないですよ TikTok。ちょっとYouTube バンされたじゃないですか。はい。まあ一つペナルティー。それでちょっとすねてて僕 TikTok に移ったのかなみたいな。それは僕にそんな影響力ないんですけど。一人が TikTok に移ったぐらいで。バンっていうかペナルティーされて動画パーンって消されたんです。動画を投稿できなくなるんですか？しばらく。動画は投稿できるんですけど、その投稿してた動画だけがなくなっちゃった。でペナルティー。ペナルティー。だってね、何やったかな、アカウントをなんかシェア、シェアでね、なんかアカウント貸すとか貸さんとかいう話してたけど、そんな大した問題に思ってなかったんですよ。一緒に映るコラボだって、シェアみたいなもんじゃないですか。そんなんでバンされたらたまらなくないんですか？まあそうっすよね。でもそれでガーシーさんがプラットフォームを作るって言ってました。言ってましたね、プラットフォームね。プラットフォームを作っちゃうっていうのがもうエネルギッシュですね。そこまであるんだな。何にそんな怒りを感じてんのかなっていう。